今年は四年に一度のウルード氏で、今月2月は今日29日まであります。四年に一度しかない貴重な日と言えるかもしれません。そんな2月29日に生まれた仙牧市の男性を取材しました。仙牧市田沢湖にあるハチミツ専門店山のハチミツ屋。さまざまな種類のハチミツや関連商品を販売しています。

このウルード氏にしかない2月29日という誕生日で幼い頃は悔しい思いをしたこともあったそうです。なんていうか肉の入ったカレーで今日誰それの誕生日だからと家族も多かったしね。そんなことでおめいしてるの、劉さんおめえはねえなってこれで四年に一遍しかないんですよ。3月2日にしようとか2月の28日にしようなんてそんな優しい家族じゃなかったからおめしえことすねよってこれで終わりなの。 カレーカレー自分用のカレーを食べれなかった一方で誕生日を1回で覚えてもらって商談が弾むことも多かったといいます19回目の誕生日を迎えた西村社長次の誕生日は2028年ですで私ももうそろそろあと4年で20歳の80になるわけですから。 えー、生涯水鉢大好きですのでこの仕事を生涯現役でやりたいなという思いはしてます。